こんにちは、 M コーポレーションのカゼリンです。本日もですね、プロテクション PC のメーカーが考えるラズベリーパイ用のケースということで、その3番、冷却方法を具体的に考えていきたいと思います。まず冷却方法ですね、1、2、3番挙げました。まず1番が CPU と LAN チップにヒートシンクを、直接接着すると、こういう方法がありますが、実際そういう製品もありますが、実際1度から2度しか下がりません。これ理由がたくさんあります。まあ、最も大きな理由はですね、熱源の発熱に対して適切なサイズのヒートシンクが付けられない。まあ、これが一番最大の問題ですね。そして2番、じゃあファンをつけて、風で冷やせばいいんじゃないか。これもですね、ラズベリーパイ自体が小さくてケースそのものが小さいですから、適切な風量を得られるほどのファンが、装着することができないと。こういう問題があります。じゃあ、M コーポレーションが考えた方法は、この3番。熱源である CPU と LAN チップをですね、直接ケース全体で冷却する方法ということを考えました。弊社ですね、ここにもある通り、プロテクション PC を開発しているメーカーです。プロテクション PC の技術を応用することで実現が可能だと考えました。まあ、簡単にですね、イメージでいきますと、ラズベリーパイの熱源と、シャーシを何らかの形でつなげてですね、熱を移動させると。こういった方法を考えております。次回はですね、実際にじゃあその設計開発の部分でどのようにこれを実現するかというところをお話ししていきたいなと思います。